皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ。バレーボール男子でパリ五輪代表の石川祐希、28イコールペルージャ、が、チーム最多得点、で勝利に貢献した。3日、日本時間4日、2敵地で行われたイタリア一部リーグ第6節チビタノーバ戦では、第2セットから先発出場。第1、にセットを落とすも、 第3セットから反撃を開始する石川が攻撃の軸として牽引し強烈なバックアタックなどで得点を量産。第3、4、5セットを練習して3対2で逆転勝ちを収めた。21得点を挙げた石川はこの試合の MVP に選出。今日は千ビタノーバに3対2で勝つことができました。 個人的にはサーブとレセプションが課題だったと思いますが、スパイクではチームに貢献することができたと思いますと振り返った上で、勝ち点1を取れたこともチームにとって大きかったと思います。また来週の試合に向けて準備をしたいと思いますと決意を新たにした。開幕から無傷の6連勝を飾ったペルージャの次戦は10日、日本時間11日のターラント戦となっている。 どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。